長の群れはマジモジャの池の奥にいて近づけないわね。うん、出張がこっちに近づいてきてくれないかしら。ああ。ひとまず群れの様子を観察に行っちゃう。ねえねえ、行っちゃう。そうだね。マジモジャ池に近い、アリ塚がある陸地なら、ゆっくり観察できそうじゃね。いやマジでマジで、わら。おお、あそこな。了解了解。よし、じゃあ行こうか。おお、いきなり猿がいた。陸上最大の哺乳類、アフリカゾウの母巣を撮影せよということで、はい、じゃあ行きましょうか。あれ、あー猿、あ、ちょ、危ねえ、げえ、あんま動物に近づきすぎちゃダメよマロタン、近づくのは私だけ、見えすいからダメよって、今のは俺が悪いのか。お猿さん引き殺すとこだった。アリ塚のあるところ、あれだな、ここのことだな。よし、じゃあ、お、藤丸、見えてっか、うん、アフリカゾウの群れがこっちに歩いてきやがるぜ。群れの大移動だぜ。大移動、あ、こっち来るってこと。おお、これでしくじったら、クビなんだぜ。了解。おお、なんか牙、やっぱでかいの、一頭いるな。ちょっとアリ塚の影に隠れて撮るとか、そんな感じかな。うん、あの一番右側にいるやつ、あれ牙すごいな。あれボスなんじゃねえのか。うん、どっちに向かって、まっすぐ行くかな。まっすぐ行くのだとしたら、あそこの茂みが、ほらほら、ここの茂みに隠れてるといい感じじゃないか。来てるね。お、来てますよこれ。そう、多分この今真正面のやつがボスだと思うんだよな。やっぱ牙がちょっとでかいもんね。でも襲われたらひとたまりもないな。これ気づいてないだろこれ。来たー、はい、おー、いいですなー、はい、はい、ちょ待て待て、あーあった、こっちはダメか、あー怖っ怖っ怖っ、ちょっとこれどういう状況、これどういう状況、今これ動いて大丈夫なの俺。どこ行った、どこ行った、ちょっと怖い怖い、これ襲われる、襲われない、これ大丈夫、え、どういう状況、どういう状況、え、あっち行った。おお、これちょっと先回りして、もうちょっと撮りたいな。行け、おお、やっぱイベントフラグが立たないとこの移動はしなかったんだね。おお、いいね、横からも撮りたいね。おい、
あそこがいいね、あそこがいいね。やべ、またちょっとアンナ一人にしちゃったけど大丈夫かな。あれ、あ、違うか、あれペリカンか。いいね。この辺なんか登れ、あ、これ、これに登っとくといいアングルで取れない、もしかして。登る、あー、こっちに来ないかな。だけなっちゃったな。もうちょっと迫力あるアングルで撮りたいんだけどな。ちょっとばらけたな。あれボスだと思うんだけどな。違ってたら嫌だよな。あっち行っちゃったな。あれ？あいつも結構でかいな。あー、これちょっと仲いい、いいな、これいい絵面。あらー、あー、ちょっと寝てるし横なったよ。こいつもでかいような気もな。わかんねえぞこれ。あれなんか一頭だけあっち行っちゃったな。でもあれがボスかと思ってたんだけどな。うわ、もうずっとあっち行っちゃったよ。むむむむ、だと思うんだけどな。気づいてるこれ。あれでもそんなに牙でかくないか。違うのかな。わあ、怖い。止まった止まっちゃった。もうちょっと寄りたいんだけどな。止まっちゃったおとなしいなこの子。ちょっと限界にチャレンジしてみるこれ。あー、ちょっと後ろからも来たな。あれやっぱあっちの方が牙でけえぜ。全然でけえわ。これ違ったな。あれだなボス。これ全然でけえ。ここで黙って、ちょっと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 
盾忘れてた。おお、いいですな。おお、いいですな。来た、これ来た、これ近い近い。今どういう状況？おお、ちょっとこれ、これいいんじゃないの、これ。おお、これどうよ。怖いな、そろそろ。いいね。なんかもうモデルさんになっちゃったんだ。あ、これいいね。パワーンってやらないかな。あー、ちょっと怖い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 、ちょっと怖い、ちょっと怖い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 、ちょっと怖いよ怖いよ。はやっべえやっべやっべ、怒られた。よし、これはもういいだろう。増産ミッション終了。アンナどこ行った？あ、あそこか。うん、なかなか大迫力、なかなかの写真撮れたんじゃないかな。ただいま。ところで、なんだっけ、頭、鳥、あの鳥はどこにいるんだろうね。この辺にいるはずなんだけどね。ちょっと探索してみっか。あれは、あれは普通のペリカンなんだよな。どこにいるんだろうな。もしかしてあのバオバブのあたりかね。まだ日高いからちょっと行ってみよう。ちょっと待っている。ちょ、いやいたよ今。あれ違うの？あれそうだろう。あ、ちょっともっと上見れないのかよこれ。おお、あれそうなんじゃないんすか。あれ、あ、確認できないな。行ってもうた。あ、ゾウがいる。どっちだ、あっちか。あ、ちょっと、ん？あれちょっと分かんなくなっちゃったな。あっちだな。あれだと思うな。あん、あそこに降りる感じがするがいるわん。どこに降り、あ、降りた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 。ナイスナイス。これはちょっとだな。あ、また飛んだ。あ、いる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 。これちょっとあの辺の茂みに隠れとけばいいんじゃないか、もしかして。これこの辺に陣取っとくとだな。
来てくれるような気がするぜ。これでこう、ここでちょっと陣取ってるとだな、来てくれると思うんだが、いる。あれは違うか。よし、これちょっと根比べだぞ。来ないかな。これ、あー、これ違うか。君たちじゃないんだよね。あれそうじゃないか。あれちょっと火落ちてきた。これ落ちてきてるな。あーダメだ、火落ちてきた。早いな。あー、あれそうじゃねえか。こっち来ないか。違う。あ、降りた。違うな。あー、もう30分の1秒まで落ちた。これ今日はダメかな。これ一回帰るか。あ、ちょっと、いやー、あ、違うか、違った。もう一回帰ろう。ちょっとゾウさんの写真もあれだし、一回ベースキャンプに戻ろう。わ、あれ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 、そうじゃないのこれ。ちょ待って待って待って、止まれ。うめー。はぁ、引くとこだった。いやいや、引いちゃってるからこのバカチンカ。あれそうだったな。で、この付近にやっぱいるな。次回ここから撮影開始しよう。あ、これはもう終わっちゃうかな。キャンプ、ベースキャンプまで間に合わないよ。ちょっと、あ、なんか今いい絵面だったんだけど。あー、でもちょっと無理だなこれ。15分の1秒じゃ。なんかいい感じの写真撮れそうだったんだけど、また今度だな。あ、え、なんすか。あ、ここ来たことなかった、もしかして。あ、あれ何、チーターか。チーターなのかな、ちょっとわかんねえや。うわ、重っ。あ、戻されちゃった。群れの中にご立派なあれを持ったゾウがいたわよね。いたいた。あのアフリカゾウがきっと群れのボスよ。そう思う。ちょっと早速送ってみよう。こう、どれがいいかな。これ良くないですか。これこっち、こっちがいいかな。これ送ってみます。えい、ボスだと思う。お、ターゲット、オッケーオッケー。あ、A、 オッケーオッケー。はい、じゃあ今日は寝ますか。はい。
マロタンのわっぱか一眼レフ講座第7回画素数の落とし穴ってなんぞ。はいどうもこんにちは、マロタンです。好きなハンバーガーは、函館ラッキーピエロのチャイニーズチキンバーガーです。北海道にツーリングに行った時は必ず買ってます。はい、というわけで、今回も前回に引き続きまして、画素数についてお話をさせていただきたいと思います。で、前回は、画素の基本的なお話と、あまりにも多すぎる画素は逆に画質を悪くする要因になっている可能性が高いというお話を少しだけ、させていただきました。今回は、その高画素化の功罪についてですね、もうちょっと突っ込んだお話をさせていただきたいと思います。はい、では早速、画素数が多すぎるとどうなるのかという点から、進めていきます。はい、さてここでいきなり質問です。そもそもですね、カメラとは一体何をするための道具でしょうか。はい、ほとんどの方はですね、写真を撮るための道具とお答えになられるのではないかなと思います。はい、でもちろんそのお答えにはですね、間違いはございません。はい、ただですね、ここでですね、もう一歩踏み込みましてですね、じゃあ写真って何ですかと質問されたら、どうお答えになりますか。はい、そう聞かれるとちょっと難しいですよね。はい、この問いにはですね、いくつか答えがあると思うのですが、今回マロタンはですね、こうお答えしたいと思います。はい、光の記録ということで、自分の目でですね、何かが見えているということは、必ず何かしらの光があって、直接その光を見ているか、あるいはその光が何かに反射したものを見ているということになります。はい、つまり人の目には、可視光以外のものは、見ることができませんので、その可視光が、全くない状態では何も見えないということになります。はい、写真というのは、その可視光をフィルムあるいはその撮像素子にですね、当てて、その状態を記録したものであるということが言えると思います。はい、光を記録する道具なのですから、日中の明るい日差しの下といった強い光にこう満ち溢れた環境ではですね、カメラは非常にこう精度よくその光の状態を、ね、記録してくれますが、逆に室内や薄暗い場所といった光がちょっと弱いところは、まあ、ちょっと苦手ということになります。はい、さて、今申し上げました、この光に満ち溢れた場所は得意だけど、薄暗い場所は苦手というのはですね、何も、カメラに限った話ではありません。はい、カメラ以外の道具で、全く同じ特性を持ったものがあるのですが、何か思い浮かびますでしょうかね。はい、実はこれ太陽電池と全く同じなんですね。はい、太陽電池は皆さん、ね、ご存知の通りですね、光を、電気に変える道具です。はい、これに対してデジカメの撮像素子は、光をデジタル信号に変える道具です。はい、どちらも光を何かに変えるという点では全く同じです。はい、ここで、太陽電池パネルの大きさをちょっと思い浮かべてみてください。例えばですね、電卓などといった、比較的消費電力の小さなものを駆動させるための太陽電池であればですね、それほど大きな面積は必要はありませんが、ご家庭で、普段消費する電力にこう割り当てるための太陽電池パネルともなるとですね、このように屋根を覆い尽くすほどの大きさがあっても賄いきれないというのが、まあ、今の、ね、太陽電池の能力です。はい、で、まあ、より多くの、
電力を発電するためにはですね、太陽電池のこの面積あたりの発電効率を上げるか、あるいは、面積そのものを広げるしかないわけですけれども、発電効率にはね、限界がありまして、まあそう簡単に上げられるものではありません。はい。ですので、まあ、一番簡単な解決方法とすればですね、やはりこの面積を広げるということになります。でこの話はですね、カメラの撮像素子に置き換えてもですね、実はほとんど同じことが言えます。撮像素子の場合は、光をデジタル信号に変えるのが仕事なのですが、これをもっと分かりやすく言うとですね、光の強弱を、いかに、正確にですね、数値化できるかということになります。はい。でこのね、数値化の精度がですね、その撮像素子の良し悪しであって、まあ太陽電池でいうところの発電効率にあたる部分であると言えます。はい。で別の言い方をしますとですね、画素数の多い少ないはですね、画像の解像度を左右するのに対してですね、画素一つ一つのこの光を数値化する性能の良し悪しというのはですね、色の数やですね、深さや、幅といった部分に影響するところです。はい。一般的にですね、このことをですね、階調性だとか、コントラストだとか、あるいはこのダイナミックレンジだとかという、用語で言ってたりします。はい。というわけで、デジカメの場合はですね、この光の数値化ができる素子を、何百万個も敷き詰めて一枚の画像にしている道具なわけですが、画素数の多さも、ね、画質を左右する要素ではありますが、いくら画素が多くても、その各々の画素のこのね、光を数値化する性能が良くないもの、ね、これを寄せ集めたところで、結局出来上がるのは、残念な画像になってしまうということなんですね。はい。以上を簡単にまとめますとですね、つまりはですね、1画素あたりの面積が広いと、まあ、その分より多くの光を受けることができますので、まあ、それだけ、その光についての多くの情報が得られるわけですから、正確なその、ね、数値変換ができるということになります。はい。つまりはより正確な色の表現ができるということにつながります。はい。画像の良し悪しは、何もね、解像度の高さだけで決まるものではありません。はい。解像度と色表現のバランスがとても大事であるというふうに思います。はい。でここまでの、ね、お話を踏まえますと、デジカメの撮像素子も、太陽電池と同じように、広く大きくしてしまえば、より良い性能のものができるんじゃないのかなと思われるかもしれませんが、それはその通りなんですけれども、ただですね、カメラの場合は、今までの、ね、講座でご説明させていただいた通り、レンズ の、 あの規格やですね、カメラ本体の大きさといった制限がありますので、撮像素子面積は、簡単に、ね、大きくすることはできません。はい。またの撮像素子はあのカメラ本体の部品の中でも非常にあの高価な、分類の部品ですので、しかもこれほんの少し面積を広くしただけでも、びっくりするぐらいあの価格が跳ね上がってしまう部品ですので、そういった意味でもね、簡単に大きくすることはできません。はい。ですので、例えば、同じ APS-C サイズのデジタル一眼レフカメラで、1000万画素と1200万画素のものを比較しますと、撮像素子の面積は同じわけですから、1画素あたりの面積は、1000万画素の方が大きいということになります。はい。ですのでこちらの方がですね、画素単位での光を数値化する性能というのはですね、物理的にも上げやすいということが言えます。はい。じゃあ同じ APS-C サイズで、極端にですね、10画素のものと、1万画素のものっていうのがあったとしてですね、そのものを比較した場合にですね、その圧倒的にね、その数値化の性能っていうのに差が
あるのかというふうに言われますとですね、多分ですけどもほとんどないと思います。はい、この点に関してはですね、具体的なデータがちょっと今手元にないので、きちんとしたご説明はできないんですけれども、まあ、おそらくある一定以上のね、ある一定面積以上の広さになると、まあ、おそらくですけれども数値化性能の、まあ、上げ止まりになってしまうというふうに思います。はい、以上踏まえますとですね、より良いカメラというのはですね、まあ、なるべく大きな撮像素子と、まあ、ほどほどの、画素数のものということが言えるかと思います。はい、さて次回はですね、もう少し具体的にですね、撮像素子の面積とその画素数の関係について、ご説明させていただけたらなと思います。ご清聴ありがとうございました。